体育館南側が、この大型遊具宇佐自動館海底アドベンチャーを配しました。これは、大型遊具でございまして、ボールプールで、遊べる冬の遊具施設となっております。2階について、説明いたします。向こう側が、集会室となっております。仲間づくりに大いに役立てていきたいと思います。このスペースが、一応図書室ですけれども、あえてアスナロ図書館といたしました。皆さんの心の中にぐーっと溶け込むような、そういうスペースにしたいと思います。こちらの畳のスペースでは、セロゲームだとかゲーム関係、あるいはカルタ取りとかを主にやっていったらいいかなと考えております。それとこのスペースは全体ごっこ遊びだとか、いろんな活動を1階フロアのお子さんも一緒に遊べる、そういう異年齢のフロアになっております。1階には子育てサロン、調理室、情報コーナーがあります。子育てサロンは、未就園児のお子さんが親子で利用できる場所となってます。調理室につきましては、子育て中の親子料理教室とかサークルの皆さんなどが、利用することができます。情報コーナーには、端末を一つ用意してまして、うさここというですね、宇佐市の、子育て支援情報がいっぱい詰まったサイトを見ることができます。情報コーナーにはいろんなパンフレットがありまして、子育て支援の情報が満載となってます。皆さんお待ちしています。お待ちしています。